小林照彦11月17日から1957年6月4日は日本の陸軍軍人航空自衛官陸士53期最終階級は帝国陸軍では陸軍少佐空自では二等空佐1945年2月飛行第244戦隊本部小隊、小林戦隊長北る三式戦冷え一型兵 垂直尾翼に描かれたものが、舞台マーク1945年5月、飛行第244戦隊本部招待、小林戦隊長来たる三式戦、ヒエミ1型艇と映る小林及び、同戦隊の空中勤務者と、地上勤務者たち。操縦席側面の14個の B-29 の、シルエットは撃墜マーク1920年11月17日、東京府に生まれる。 国士館中学校を経て、1940年陸軍士官、学校53期を卒業した後、地方兵科から、航空陛下へ転嫁し、空中勤務者となる。飛行第45戦隊、飛行第66戦隊を経て、1943年11月に、飛行文化を、戦闘機に転じ、明野の陸軍飛行学校亀山文校で、戦闘機学生教育を受ける。 戦闘機学生教育終了後、明野陸軍飛行学校、佐野陸軍飛行場、林陸軍飛行場で教官任務に就く。1944年11月末、帝国陸軍史上最年少の飛行船隊長として、東京都下調布の飛行第244船隊に着任。当初は三式戦闘機、飛燕。 1945年5月以降は後、式戦闘機に登場して、終戦まで日本本土の防空任務に当たった。帝国陸軍航空部隊の飛行船隊は、地上部隊の連隊に相当するが、その長である船隊長は、階級や年齢に関わらずに、自ら、第一、なお、飛行船隊の上級部隊であり、他陛下の旅団に相当する、飛行団の長である飛行団長も、自ら、 1> 第1戦機に登場して、機下の飛行船体を空中式した例が珍しくない。1944年8月20日、北九州に来襲した B-29 編隊を迎撃し、B-29 一機を撃墜した第16、飛行団長の振動常根門中佐の例があり、渡辺洋二は、振動中佐は、おそらく B-29 撃墜者の最長老であろうと、 表している。飛行百244船隊長となった小林も船隊長標識を施した三式船、ヒエや五式船を買って本土防空船の陣頭に立ったが、1945年4月12日に蒸気を撃墜されて山梨県大月市付近に落下山降下した際には救助してくれた村人に小林が自分は調布の船隊長ですと言っても村人は そんな若い部隊長さんなんて嘘でしょと全く信じてくれなかったという。1945年1月27日、B-29 一機を体当たりで撃墜し、落下山降下して、再び生還。小林は軽傷を負ったのみであった。4月12日に B-29 の編隊に短期突入し、護衛のグラマン海6海の射撃で被弾し、操縦不能となるも、 落下山降下してみた微生館。この際、右足に、機関砲弾破片の猛感想を受ける。5月15日に、第一総軍司令官杉山本原水陸軍大将から、飛行第244戦隊に、部隊勘定が授与された。それに先立ち、小林は、第一総軍に呼ばれて、今度勘定を授与したいと思うが、君への個人勘定にしようか、それとも、 舞台勘定にしようかと聞かれた。小林は当然舞台勘定にしていただきたいと即答した。小林はこの時に陸軍少佐に進級し、表彰状、並びに陸軍武功記賞が授与された。帝国陸軍での最終階級は陸軍少佐。敵機撃墜数は12期。敗戦後、1945年11月1日に復員して東京の自宅に戻る。 いくつかの職を転々とするも、1946年8月に陸軍で婚意だった、ある元陸軍技術中佐が経営陣に加わっている、佐賀伊上株式会社に入社して生活の安定を得る。勤務と並行して、1946年4月に明治大学法学部に入学し、1950年に卒業を、サラリーマンとしての勤務を続けながら、 日本空軍設立の運動に取り組む。小林は、佐賀板紙株式会社で実績を上げ、将来を職望されていたが、1954年7月に、航空自衛隊が創設されると同社を退職して9月4日付で、これに入隊、帝国陸軍時代の経歴から三等空佐となった。航空自衛隊幹部学校へ入校し、再び戦闘機操縦者の道を歩んだ。松島基地。 追記基地を経て1955年11月から約半年間、アメリカ合衆国に留学司会マイナス86、戦闘機の操縦教育を受ける。帰国後、浜松基地で第1飛行団、第1飛行隊長として、教官勤務に就くが1957年6月4日、登場の T-33 練習機が離陸直後に墜落。 同乗者の天野博士三等空座を先に脱出させた。あと、市街地に気を墜落させないよう最後まで操縦しての、巡職だった。生涯飛行時間は、約2000時間であった。巡職により二等空座に特進。ありがとうございます。